化粧していない制服のママのさゆりを聞いていただきたいなってこのタイトルにしました。でもこうしてあなたにそんなさゆりを聞いていただいてると思うと胸がドキドキしてきます。これからもたくさん詩や曲を書いていろんなさゆりをお聞かせしたいと思います。最後にアルバム聞いてくれてどうもありがとう。それじゃあまた。3年7組岩井さゆりでした。